高座市場は、福島県藍津若松市にあった、日本の城である。慶長3年正月、藍津へ違法の命を受けた、上杉影勝は、藍津盆地の東南隅に位置する、若松城が境外であることを患らい、慶長5年2月10日より、盆地中央で、阿賀家藩の高座市が原に、新たな城の建設を始めた。総武行は、奈緒金継ぐ、小武行は、小国田島。 甘かす備え後、山田木上門が当たっている。慶長5年2月10日から築城を開始した。越後、仙道、米沢、合図4軍の妊婦12万人を動員。本丸は3月18日より6月1日まで、石類を築き、二の丸は5月10日に始まり、6月1日に、類や堀の形が備わったが、この城は6月の国書のために休行さらに、 徳川家康の合図性抜により6月10日春行に至らなかった。関ヶ原の戦いの後、慶長6年8月に上杉影勝は米沢へ違法となり、完成を待たずして口座市場は破却され、慶長年間に石垣は若松城へ運ばれたようである。縄張りを見る限り、この城は軍事目的のみで築かれたものとは思えない。 この城は明らかに阿賀野川の河川交通を意識したもので、継承はそこに新たな経済効果を狙った城下町を築くつもりであった。事実、屋敷城を拡大したような輪郭式の構造になっている。少なくとも家康らを相手にするような軍事優先的な構造にはなっておらず、むしろ継承は新たな両国を運営するにあたり、若松城に変わる。 新たな政治経済の中心地としての城と城下町を新たに建設しようとしていた。本丸と二の丸からなる海字型の輪郭式平城で、本丸の大きさは東西310メートル、南北340メートル、二の丸の大きさが、堀跡を含めると東西710メートル、南北780メートル、面積55ヘクタールである。 城の肝に位置する高瀬の欅と北極星を起点に縄張りしたと伝えられる。福島県合津若松市講座市長本丸。ありがとうございます。